ドラえもんのび太の魔界大冒険は、藤子、F、藤尾が執筆し、月刊コロコロコ,ロコミック1983年9月号から1984年2月号にかけて連載した大長編、ドラえもんシリーズの漫画作品。および、この漫画を原作として1984年3月17日に公開した、ドラえもんに映画作品。 映画ドラえもん5周年記念作品。大長編、映画ともにシリーズ第5作。シリーズにおいて初めて CG を使用した。同時上映は忍者ハットリクン・イパーマン超能力ウォーズ。また、2007年に本作のリメイク作品であるドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使いが公開された。短編でおなじみの道具。 もしもボックスが登場する唯一の劇場版、作品である。そして、それによって作られたイフの魔法世界が、話の根幹となっている。この作品における魔法は、科学文明にとって変わった文明の力という、存在という位置づけで登場する。したがって、魔法世界において、科学は迷信だと伝わっている。また、宇宙で呼吸が可能など、 科学常識が否定されていることが前提であるため、現代社会で迷信とされている様々な事象が現実的となっている。本作品の舞台となる魔法世界はドラえもんと伸びたが、もしもボックスにより訪れた世界であるため、登場するレギュラーキャラクターのうち、ジャイアン、スネオ、静香、先生、両親は魔法世界の住人である。ヒロインの満月宮は、 劇場版ドラえもんで、初の女性メインゲストキャラクターである。またドラミが初登場する劇場版作品でもあった。魔界でデマオンに一度破れた後、魔法世界にするために使用した、もしもボックスの使用を止めようとドラえもんと伸びたが、タイムマシンで過去に戻る場面があるが、これは魔法世界から科学世界にタイムマシンで行き来が可能である前提で描かれている。 原作、映画ともに、作中に、嘘の終幕が登場し、最終ページだと騙されたアシスタントもいたという。監督を務めた芝山によると、前作の工業収入が前々作までよりも低かったことから、本作の制作中に、次でお客さんが入らなかったらやめてもらうよと、上層部から釘を刺されていたという。結果今作は17億の工業的収入を上げ、 成功を収めたことから、芝山は引き続き映画ドラえもんの監督を担当することになった。1979年にテレビ朝日版ドラえもんを立ち上げた、同局編成開発部の高橋博士は、映画版の興行成績が落ちていたことから、この年が自然保護検証制定10周年と知り、ドラえもんがかけがえのない地球の自然を大切にしよう。 緑を守ろうといえば、子供たちが自然に対する認識を高めてくれるのではないか。そのためにはドラえもんを緑にしたいと考えた。周りからは反対されたが、藤子、F、藤尾に趣旨を説明し開拓されたことから、5周年、記念及び自然保護検証制定10周年として、ドラえもんのカラーをグリーンにした、グリーンドラを全面に出した自然応援キャンペーン。 僕たち地球人が同時に行われることになった。来場者にグリーンドラ缶バッジを配った。後年の作品でも定番となる入場者全員プレゼントはこれが最初である。また当時上映された映画ではグリーンドラとノびたが出演した短編広告アニメが上映された。ここ数日の間ぼんやり空想にふけていたノびた。 その様子を見たドラえもんは、ゴミを捨てに行くぞと言い、のび太を連れて、ゴミ捨て場へ向かう。すると二人は、ドラえもんそっくりの奇妙な石像を見つけ、家に持ち帰る。その後、のび太はジャイアンに野球に誘われるもいつものように、負けてしまい、全員に攻め立てられ、その際、ドラえもんと、静かに魔法への憧れを打ち明ける。二人はまるで本気にせず、 出来すぎにも相談したものの、過去に、魔法は学問として確立していたが、悪魔の力を借りる法として魔女狩りの対象にされたり、一方で科学が発達したことにより、魔法が廃れたことを教えられ、誰一人理解されず、夢を諦めきれず落ち込むのび太は今度は、自分そっくりの石像を発見する。ドラえもんは自分たちの石像を見て不思議に思うが、のび太が、石に変えられた。 別の世界の自分たちではと推測した際、ドラえもんは相手にせずそのまま石像を放置した。その真夜中、玄関から奇妙な声が聞こえた二人は玄関に向かうと、あの石像が違うポーズで立っていた。再び物置に置き、部屋に戻るとのび太は、ふとドラえもんの秘密道具、もしもボックスを思い出す。のび太の提案を聞いたドラえもんはもしもボックスを取り出し、 魔法の世界を実現させてあげることにした。しかし実現した魔法の世界は、友達や家族は魔法が使えるが伸びたの期待、想像の世界とはほど遠く、魔法を学ぶために学校教育を受けねばならず、魔法の絨毯を操るには免許と高額の絨毯が必要となるような、いわば文明の礎が科学から魔法にそっくりそのまま、すり替わっただけの代物だった。 結局、現実世界と変わらず、魔法世界でも誰からも見下され、落ちこぼれてしまったのび太は、すっかり落胆する。だが、この世界でも、担任の先生に叱られ、ジャイアンやスネオたちに馬鹿にされたことで、せめて簡単な魔法の一つでも覚えてから、元の世界に戻そうと、意気込む。ドラえもんは、そんな、のび太の心意気を買って、必死に応援するが、 その矢先に地震が発生した。静かによれば頻発する地震は魔界接近説というある魔学博士の仮説と関係しているという。そんなある日、ドラえもんたちは山で満月博士というまさに魔界接近説を提唱していた超本人と出会う。博士の研究によれば現在魔界の悪魔たちが地球の侵略を企てており、このままでは 想像を絶する魔力を持つ悪魔たちに、人類は滅ぼされてしまう。そして、今世界に迫っている地震や巨大台風はその、前兆だという。あまりに殺伐とした世界にドラえもんと伸びたは、元の世界に戻そうとしたが、もしもボックスはママによって捨てられてしまっており、回収を試みるも結局は手元に戻らず、二人は、責任を押し付け合った末に仲違いをする。 その夜、和解した二人は再び満月博士の家を訪れて、詳しく話を聞こうとする。だが、博士の家は、跡形もなく消えており、一匹の野良猫だけが、佇んでいた。実はその猫こそ、博士のマナ娘、ヤコであった。翻訳婚に悪を利用して話を聞いたところ、悪魔の軍勢が襲撃を仕掛け、屋敷を消滅させた上に自分を猫の姿に変えた。 挙句父を連れ去ってしまったのだという。幸い、月の光を浴びている間はその魔法が解かれるといい、その間にミヤコは、二人に一緒に魔界に乗り込んで、欲しいと懇願する。そして、水晶玉の占いによると魔王を倒す勇士は、ドラえもん、のびた、静か、スネオジャイアンの五人なのだと告げた。五人は一度はためらうもやがて、ヤコと共に、 魔界へ乗り込むことを決意し、宮子と共に魔界へ乗り込んでいく。人魚の島、帰らずの原、魔界の森など、様々な魔界の難所を乗り越え、ついに魔界にある、大魔王デマオンのアジトへとたどり着き、デマオンと対峙する。宮子が、満月博士から託された魔界歴体の一部によると、デマオンの弱点は、銀のダーツで心臓を打つことであるという。 それに従って、銀のダーツを投げるが、なぜか、デマオンには通用せず、強力な衝撃波で吹き飛ばされてしまう。石ころ帽子を利用して、姿を隠し逃げ延びようとするも、魔界の悪魔たちには通用せず、姿を見破られ、一人、また一人と悪魔に捕らえられていく。転んだ拍子に、石ころ帽子を破いてしまい悪魔に見つかったのび太が、ま一発のところで、 ミヤコに助けられる。しかし、ミヤコは、自分の石ころ帽子をのびたに託すと、悪魔の気をそらせるために、おとりとして、再び悪魔たちへ向かって行ってしまった。必死で逃げ出し、命からがら逃げ伸びてきたドラえもんと落ち合った、のびただが、仲間たちは、全員捕まってしまい、このような世界を出してしまったことを深く後悔し、泣きじゃくる。そんな時、ドラえもんは、 タイムマシンで過去に戻り、もしもボックスを使うことをやめさせればいいと気づく。急いで自宅に戻り、タイムマシンに乗る二人だったが、デマオンの手下目重さが後をつけてきて、過去に遡り、二人を追いかけ回した末に、石化させてしまった。石化の表紙に、ゴミ捨て場に落ち、過去の自分たちに拾われて自宅に持ち帰られる。そしてその夜、気がついた時には、 元通りに戻っており、さらに目の前になぜかドラミがいた。虫の知らせアラームの効果により、ドラえもんたちが気がかりになって、様子を見にやってきたところ、二人が石になっていたため、助けてくれたのだった。事情を聞いたドラミにもしもボックスを借り、元の世界に戻したことで、ようやく安堵する二人だが、魔法世界は消えてなくなるわけではなく、パラレルワールドとして存続すると教えられる。 デマオンの脅威を消し去らない限り根本的解決にならないことを知った二人はドラミを伴って再び魔法世界へ戻る。デマオンのアジトに戻った二人は中に潜入し捕らえられた仲間たちと都満月博士を無事に救い出す。博士が持っていた魔界歴帝の見本役部分を秘密道具で解読するとデマオンが弱点の心臓を デモン座のアルファ星という星に偽装して宇宙に隠しているという事実を発見する。そのことを知った一行は、デモン座のアルファ星を目指し、デマオンの手によって降り注ぐ隕石の雨を必死で、避けながらついに星の海の中にデマオンの弱点を見出す。渾身の一刀で投げられ、そしてドラミのビッグライトによって巨大化した銀のダーツが、アルファ星を射抜き粉々に破壊する。 絶叫と共にデマオンは消滅し、ついに魔法世界に平和が取り戻された。すべてが終わった後、のび太は自分が異なる世界の住人であったことを今更ながらに都に教え、惜しみ合いながらも別れを告げた。もしもボックスで今度こそ元の世界に戻ったのび太は空き地でジャイアンたちと静かちゃんが遊んでいるのを見て冒険の余韻を考え深げに感じ入った後、 いたずらで静かに向かって、チンカラホイと唱えた。すると、魔法世界ではないはずなのになぜか静かのスカートが、ふわっとめくれ上がった。その様を見て、風のせいだよね、きっと、と、伸びたは思うのであった。1984年10月2日のテレビ、放送時には、劇場公開時に近い形での放送が行われたが、ビデオソフト化に際して、 曲の使用契約期限の関係でエンディング曲が伸びたの大魔境の主題歌だからみんなでに差し替えられエンディング映像上のスタッフロールよび関東に収録された予告編での風のマジカルのテロップも削除されたまた本編中の風のマジカルのインストゥルメンタル BGM が流れている場面2箇所についてもポケットの中にの BGM に差し替えられた 劇場公開時のバージョンはフィルムを使用した再上映での鑑賞や1984年のテレビ放送の録画を入手する以外に長らく視聴する手段がなかったが2016年2月現在 Amazon ビデオで配信されている本作の映像では本編中 BGM とエンディングが劇場公開時の形で視聴可能となっている 大長編ドラえもん、のび太の魔界大冒険外伝、ヤコの魔法戦記のタイトルで、ヤコを主人公とした魔法世界での後日談が描かれている。本作のオリジナルキャラクターである、朝倉間宮に奪われた魔界歴帝を取り戻すため、ヤコが立ち上がるというストーリー。雑誌、ドラえもんクラブ第4号に収録。文、佐々木蓮、が、柴山つとむ。 ドラえもんのび太の新魔界大冒険7人の魔法使い記事参照。ドラえもん映画作品、ありがとうございます。